大阪府と奈良県の県境を南北に走る金剛山地。その中でも大阪府下で最も高い金剛山1125メートルに登りました。元気ですね。金剛山は四季折々の変化に富み、冬には雪山ハイキングができ、頂上からは山と河内のパノラマが楽しめ、山道は整備され近畿屈指の人気のハイキングコースです。よく整備された山道の4合目の先でご夫婦にお話をお伺いしました。はい、こんにちは。こんにちは。かなり僕もきついんですけど、ここは金剛山ハイキングコースは初めてですか？彼女は初めてなんですけど、私は、3、4回目ですね。あ、そうですか。はい、だちょっと慣れてるという。はい。あ、奥さんでいらっしゃいます。はい。歩かれた感想どうですか？楽しいです。緑が結構多いので、涼しくて、歩きやすいなと思います。歩きやすいですね。整備されてますね。足の方のきつさはどうですか？足は上りなんで、ちょっとしんどいなと思う時もあります。ああ、そうですか。はい。ご主人はあれですか、はい、もう3、4回目ということで、はい、毎回、今度は初めて奥さんと一緒に来るの。そうですね、はい。また格別違います。そうですね、また違いますね。なんかもう、うん、楽しく登れてますね。そうですよね。はい。で、そういう意味で言うと、結婚されてどのぐらい経つんですか？もう1年半ぐらいですね。あ、そうですか。はい。よく行かれるんですか？ハイキングとかこういう形で。最近よく行くようになりまして、はい、この前とかも滋賀の山とかに登ったりしました、ね。あ、そうですか。はい、また奥さんと一緒に。はい。ああ、それはいいですね。はい。健康にいいし。はい。滋賀はどちらの山ですか？滋賀は伊吹山です。あ、伊吹山へ行かれたんですか。はい。他の山とこの金剛山の違いというのはどうですか？はい、金剛山はね、すごくこれ本堂はすごくなんか階段が整備されてるますね。なんかそこがちょっと違いますね。僕もいろいろ回るんだけど、はい、こんだけ階段が整備されてるのは初めてやなと思って、はい、逆にその階段がなんかマンネリ化してきた時はきついなと。そうですね、かなりきついですね。ねえ、で僕はきついんで、はい、しかし健脚ですね。失礼やけど、あんまりしんどくはないというふうに体を動かすのは好きなんですけど。かなり体力ありますね。そうね、私は結構走ってるのであるんですけどね。走ってるんですか。はい、また今後他の山へ登るとかあるんですか？はい、計画は。そうですね、この近くですと岩脇山とかにも登ったりとか。アクセスしやすいんで。はい、今日はアクセスしては、なんで車で来られたんですか？いや、電車ですね。あ、電車で。電車とバスです。バスで。はい、この後はどちらへ行かれます？登っていって、はい、登っていったら、あとはね、僕はロープウェイの方のコースから降りていこうかなと。向こう側ですね。仏坂。そうですね。それでロープウェイの乗り口のバスがあるので、そっちから帰ろうかなと。あ、そういうことね。はい、そうですか。はい、そしたらあれですね。で、今日はお住まいはどちらなんですか？住吉大社の方です。はい、そうですか。はい、すると、ここまでは電車で来られて、だいたいバスついていくと1時間半ぐらいですか？1
1時間そうですね、それぐらいになりますかね。それぐらいで、はい、まあ手頃ですよね。手頃ですね、こちらは、ね、はい、うん、帰るのもそんなに1時間半ぐらいで帰れるということで、はい、近場でこんだけ整備されてたらいいですよ、ね、うん、そうですね、すごい便利だよ、便利だよって言ったらあれなんですけど、ね、ね、うん、あのやっぱりそこへ階段が歩かれる方がやっぱりきつそうでね、はい、うん、そうですね、多分歩き慣れてない人は相当きついと思いますね、普通の山道と違いますもん ね、 ね、また違ったね。あの何回か来て見どころはどこっていうのあります？見どころはですね、そうですね、あのよくやっぱ登ってからですかね、頂上の広場のところですかね。それは奥さんの方に綺麗やでと、はい、あのってこう言われて眺望がええでって、はい、あ、で、で行ってみようかなと思われたんですか？あ、そうですね、はい、前からここは行ってみたいと思われたところ。金剛山自体はあの登ったことはすごく小さい頃にあったんですけど、それ以来ずっと登ってなかったので、ちょっと久しぶりに登ってみたいなと思って登りました。か昔は家族、そうです、お父さん、はい、母さんと、おじいちゃん、おばあちゃんに連れられてよく登ってました。いいですね、それも、はい、そうですか。そしたらちょっともう少しありますけど、はい、頑張って、はい、お互い、はい、お互い、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。